P1K 客車はオーストリアの定置オーストリア交通機関会社が所有する狂気鉄道であるマリアツェル線で使用されている客車。2014年6月28日から営業運転を開始した。2010年、ノバグはマリアツェル線の近代化施策の一環として新型電車と共に2010年12月に観光運用に適したパノラマ客車を スイスのシュタトラーレールに発注した観光客が多く利用するマリアツェル船での使用を考慮し座席は一部を除いてテーブルを挟んだ向かい合わせの配置となっているまた側面の大型窓に加えサンルーフも設置されておりマリアツェル船の沿線の広大な自然の風景を楽しむことができる製造された4両のうち1両には調理室が設置されており 各座席に料理やドリンク、デザートなどを提供するケータリングサービスを実施している。その代わりこの車両にトイレは設置されていない。2013年12月19日に最初の車両がマリアツエル線に到着し、試運転の後2014年の夏季シーズンから営業運転を開始した。定期運用は5月から10月までの土日祝日に限られているが、 団体輸送用にチャーターすることも可能である。ありがとうございます。